ました？キモいんだよな。僕は練習の時サーバーに出すか入れなくて、はいはいはい、ソルサバであのチェスの練習をしてたんですけど、はい、まあ、撮影は本当に勝ちたいので、はい、頑張ります、プロフェッシュとして、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よし、はいはい、リリムちゃんで、あ、そうか、邪魔、OK、リリ、あ、リリムだよ。リリムちゃん、ここか。あの、クズハについてきます。よろしくお願いします。頑張りましょう。お願いします。お願いします。じゃあ、うずこさん。はい、うずきこです。今日はクズハについてきます。お前らもっと自分を持て。よしよし、頑張りましょう。自我を持ちつつついてきます。はい、頑張りましょう。うん、じゃあ、やしろさん。すずちゃんのカタパルト役だったやしろきづくです。今回はね、まあ、はい、肩からすずさん解放して、まあ、最高戦力がついに地上に降臨ということで、ね、やっと、まあ、ね、うん、ついにロキさん。はい、チョリース、どうも、兄さんちとどろきょうこです。今日は保守的に行くんじゃない、わかんないけど、宝箱出しじゃあクズハくんお願いします。はい、ルーザーキングスの指令を任されましたクズハです。まあ3人を束でまとめて前線に突っ込みますが、その後はちょっとオペレーション前元で行くので、マーモスさんの指令に行きたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私、前本圭介です。一応今回 A チームのリーダーになりました。よろしくお願いいたします。勝ちます。これ絵面すごいんだよな。サブルミヤシロ気づく前本赤ずきんかぶってるの結構絵面きついんすけど、まあこれも俺たちも弟ブラザーだから弟ブラザーだから俺らもだいぶ絵面きついんすけど、絵面しんどいから、お前らも大概だろ。お前らも大概だから、無線ホンダバンデラス量産作戦、もう量産化に成功したんで、こっちは見せかえるおっさんの匂いが。待ってください、 A チーム死んだの僕だけっすか。そうなんだ。あれ、やだ、待って、あれ、僕たちのお姉さん、どうして一人だけここにいるんですか。あ、クドー。え、マイモトがさ、うん、あの、漏らす作戦はどうなった。あー、例の、例のアグロウンコマイモト。いや、もうアグロマイモトはもう結婚してるよ、もう。あれ、もうすでに通り、相手が籠城したのは、そういうことか。そういうこと、ちゃんと報告しろよ。あ、俺のあれだからさっき勝って、わあやったぜ、A チーム最強とか言いながらもうブリッピだったの。いや、まあ、ブリだった。今も出てるまでやる。アグロマイモトからもうすでにコントロールマイモトに移ってる。もうすでに。こっち9週間前でやから。全然やばい。もしかしてわらべらのスキンで漏らしたんすか。うわぁ、なんか茶色い気したわ。最悪だ。最悪やな。チャンネル登録解除しました。新しい世界見えた。女装脱粉って、あの次のスキンではできないから。変態横綱。次のスキンではできないから。次でそれやったら、次やったらちょっとね、消えてるな、消えるな。行くときは一緒だぜ、みんな。ああ、行くときやな。いやいや、勝手に漏らしとけよ。ダイヤーゲーム始まるぞ。お前だろ、漏らしたの。漏らしてないよ、俺は漏らさないよ。え、漏らさない、裏切るから俺。裏切る、うわー。怖いな、怖いな。ここ裏切るの。綺麗な状態で勝とうぜ。一番最初にやってやろうって言ったの誰だっけ。うわ、しかもお前な、糞尿の提案出したのお前だぞ。そう、もともとな。いや、こいつですよ、皆さん。こいつですよ、こいつですよ、こいつですよ。おむつ買いに行くか。逃げないギャザー、アグロパンパース。いや、俺実は逃げだろ。やるときはやるからね。俺、スキンを見る。やばい、でも俺は見られちゃいけない。俺だけ本来の、俺だけ実は私で隠さなきゃ。隠してくれ。
ちょっとハードできてないですね。勝ったな。あれ？あ、一人だけ。あ、どうも皆さんこんにちは、剣持とやですよ。え、なんですか？俺司令官なんで大丈夫です。私で、私で、私で。じゃあ、隠して、隠して、隠して。じゃあ、メダンさん、何のスキンで登場されたのか教えていただきますお前それは大丈夫なのか。待って、いやゲームって楽しむもんだから実質優勝。そうだよ。実質優勝。やったー。やったー。勝ってねえか。そうだよ。趣味空気悪くね。空気最強だから。二三次バトルロワイヤル都道府県起こし点第2試合、A 対 C。今日画面ずっと隠したまま配信していて大変申し訳ございませんでした。ナイスじゃねナイスじゃない。ちょっと一つ説明します。お疲れ様会なので皆さんちょっとおのおの食べてる音が聞こえるかもしれないです。ごめんなさい。私もだいぶリラックスしない。そうそう、私も食べてる今ゆったりだよね。ご飯をじゃあうずこうさん。やってんねーうずきこうです。じゃあ次くずはさん。いっぞくずはでーす。うわーすごいネタをパクってくー。かぶせてくねー。いいね。あ、おじさんだ、おじさん、おじさん、おじさんすね。はい、はい、ピッ、タイムカードを切る音、前本圭介です。よろしくお願いします。ありがとうございました。先の方のネタ、引っ張ってきましたね。はい、かっかー。ウィーラー、どうもよろしくお願いします。もう歌えないやつ。歌えないやつだ。決勝戦ね、はい、俺が敗北に導いたと言っても過言。おぉ、過言言い過ぎ言い過ぎじゃないけど、思うのは、うん、どうぞ。え？どうぞ。思うのはさ、どうぞ。何思ったんだよ。何思ったんだよ。母子つだんだとあれ、なんか他チーム騙そうとしてルザキンでブラフを撒いたの一番最初に運営が引っかかるっていう。あーねー。運営ガチ騙されてたから。ガチで騙されてルールに追加して、ルールに追加してで事実確認を取って、あ、なんだ、もう騙されましたっていうことで消されて、ね、みんなスキン作戦に OK。 誰も引っかかってないのに運営が。そうそう、運営にダメって言われたって言ったんだよね、最初で。そう。一から NG 出たみたいだぜ。なんで関与してくるんだよ。そのスキンの OK が出た瞬間にみんな。なんで上が言ってくるんだよ。一からがなんで言うんだよって。決勝の聞いてたよな、剣持ち。決勝は聞いてた。聞いてた。あら、聞いてた。みんな猫だったのに、なんか殴られなかった。並走して。なんか、神田くんかな、わかんないけど、ずっと殴ってんのに、あれあれあれみたいな顔して。騙したんだな、本当に。俺、それで勝ちを確信してしまった感じ。あー、それで熱くなっちまったのか。なるほど。最後のはうずきこうスキンだった。うずきこうスキンだった。うずきこうスキンだったからな。うずきこうスキンだったから。だからなんか文句があるんだったらこういうのこう。うずきこう。企業さんじゃないですよっていう、そういうね。一番は、不仲にさせるのが一番だと思うんだよね。やるから同僚だぞ。怖いよ。ね、あのゲーム終わった後も引きずる系の。同僚と同期にそれやれるのか、お前。ダメージでけえ。やば。本気の出し方が良くないね。やっちゃいけない方向性なんだよな。マジでいけそうだしね、それ。あいつなんか方向こうって言ってたよ。そう。赤いや。確かに。で、京子さんが攻めに来てた時の強さね。うえの。マジめちゃめちゃ強いんでね。バーサーカー。何体だよ、京子。京子何体やった？いや、わかんない。知らない。え？私数えてない。あ、1しか数えないんだ。数えない。でも、ベルちゃんをやったのは。首取ることに夢中。ランスロットアルビオン。お前で100人目だとかいうやつとは違うんだね、あの殺してる数数えてるやつ。どうでもいいかな、何殺したか。いやでも次こういうのがあったら俺絶対勝つと思う。本当？間違いない。あの、もう今度はもうガッチリ練習する。うん、そうだな。練習マジにしてる。朝から晩まで
さっきからまんまで、どんな、どんだけ合宿かよ。どんだけかけてんだ。クラスだけ強化合宿やる。あいつら配信で使ったじゃん。休憩でトランプとかしたい。あーいいな。完全に分かって。合宿だな。うのやろうね。うのしたい。カレー食べようぜカレー。あれ合宿で合宿で半合水産してな半合水産してな半合水産しよう半合水産してだいたいこんぐらいかなみたいな鍋で米炊くやつだそうなんだよね最初なんかさうずこうさんいるからさドベか優勝どっち狙うんだろうと思ってネタに走ってドベ狙うのかガチで狙うのか分かんなくってガチでやんのかやんないのかちょっと不安だったんだよねそう、こっち下目が目指しがちだから。そう、下目指しがちだ。出先見たときに、あ、下の方かなと思って。はい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 。下っていうか。今日のうずこは下狙い。下狙いだ。一応八代さんとこう事前情報したときに、ガチでやりますかみたいな感じでこうコメントがあったから、あ。ガチなのかな、うん、一応じゃあ八代さんにはちゃんと説明するかってなった時にルザキンが静かだったから、うん、下の方だったこれってやっちゃったっ秘密基地ぐらいの感覚でいたルザキン探しててあそうそうでも委員長だったらなんか JK 組みたいな話してたよねそうそうそうJK 組案が出たんだよその人できるだけパイセンたちのスキンを使おうそ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 う出ねえやつらにしようぜみたいな感じ出しづらそうななんかこういない先輩方みたいな仮にさ次回あるとしたらさどういう作戦取るよ今度はどうだろうね俺はちゃんとマイクラに触れていくマイクラに触れていく正論だな俺も最初チェストシフト使わずポチポチ取ってたらもうリスナーからの怒号がマイクラ忘れちゃってると思ってちょっとやんないとダメだなって思ったいろんな意味で本当にいやバカになるよダメだダメ目的はそれお前だけじゃないいや俺もバカになっちゃったんだよなこのやっぱそうだよマイクラってバカになるんだからちょっとねシーズサーバー時代はデバフはなかったはずなんだよマイクラデバフってやつどこ登場なの何二次サーバーになんかウイルスが飛んでるってこと空気感誰かな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 今日の運営かな今日の運営かなまさかあんなしっかりした運営にいるわけないでしょもし、足尾さんが始めたら A チームで何かやるか。ああ、いいね。よかった。近日やるわ。うん。おまじ。いいな、いいな。みんな見てくださいね。ありがとうございます。いや、でも絶対このメンバー集まって寝れないと思います。絶対誰かふざけね。ふざけなんかやりやすい。勝手に殴り出すやつらですね。A はね、ここで笑ってんのもったいないぐらいのメンツだから、なんかやりたいですよね。そうですね。面白かったですね。うん、楽しい、すごく。ああ、はい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 。え、なになに ?GTA とか。グラセフ。ああ、いいな。ああ、グラセフいいじゃん。なんかさ、グラセフとか。めっちゃノリノリだった。めっちゃノリいいやん。え、ドロケーやんない?マリパネ、マリパネ。ドロケー。ドロケー?じゃあ GTA で、GTA でドロケーやんない?GTA で。はい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 。ああ、なるほどね。びっくりした、実際やんない。どうやんの?魔風ドロケーコラボみたいな。そんなおじさんたち走れないんだから弱いに決まってんじゃん。ほらほら。さ、家帰って。たときにトーマスのあの顔面が暗い部屋の中に左ポーって出てきたらさ、ジョボジョボジョボ、あったかい。漏らすなよ。漏らすは絶対。いや、気軽に漏らすね。気軽に漏らす。大人になればなるほど緩くなる。だからさっきの。そうなんだよな。逆にそう。実際そう。そう実際そう。赤ちゃんの頃が一番体勢が低くてそっから小学生ぐらい高学年ぐらい最強の耐久力小中くらいまでが最強でそっからそっからどんどん赤ちゃんに若返っていく赤ちゃんに戻っていく耐久力やだこんなおじさんの赤ちゃん
これもやだよ。でも酒飲みって特にマイモトぐらいの年の人でも漏らしてるよね。やる。酒飲みながら漏らしてる。なんか臭くねえな。いや違う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 。酒飲みが多くなる。いやなんか漏らしてるまた。なんかやだ。リエムちょっと左に寄せて左に。オッケーオッケー。分かった。左に寄せたらあれだぜ。俺の方に寄るぞ。あこれ。ちょっと離れよ離れよ。離れよ離れる。離れる。あ、そういうこと。あ、左に寄せろってもう寄せるなんてレベルじゃないんだよ。避けてるね。完全に俺避けてるね。なんなんだよ。なんなんだよ。なんだよ。仲良くしようぜ。やめろやめろ。すごい寄せてんの笑い。格さんな。格さんな。前本さん、おむつ履いて。おむつ履いたところで出ちゃってるもんは出ちゃってる。なんねん。いや、溢れれば溢れないからだいぶ違うからだいぶ違う、あ、確かにそれはいいじゃんやだやだねー何溢れるか溢れないかみたいな。そもそもとしてさ、試合始まる前にさ、その漏らすトークみたいなのする始めたら誰なんだよっていう。あれ誰だっけ。え、なんかおしっこ行くっていう流れっこだよね。あー、そっかそっか。試合前からずっとそうだわ。そうそうそう、ずっとトイレ行きたいみたいな。本番前にうんこうんこ言いまくってたもんね。ちとせちゃんだよ、元凶。え、おしっこ漏れそうって。苦労かよ。何回おしっこって聞いたの。今回漏れそうって単語10回ぐらい聞いたから。ちょっと頻尿なんだよ。おしっこがちとせちゃんで。でもリーリーの気持ちを代弁してあげてただけだもん。代弁？トイレだけ。トイレだけに。うまいこと言うな、フローシー。ザレと一枚。いやー、うまいな。ザレとなんか茶色くない。おじさんが食べたやつ。おじさん、すごい嫌だ。なんか空気悪くね。なんか空気臭くね。空気臭くね。匂うな、このチーム。やだ。臭そう。来てね、来てね。一番最初に出したの工藤なんだよ。一番最初に出したって。マジで。最低すぎる。お前だよ。お前だよ。セクハラセクハラ。そうだよ。マジで気持ち悪いよ。俺じゃないって。一番最初に拾ったの八代さんだって今。いやなんで拾った。そりゃそうだよ。え、リーリーだってちょっとビビってたじゃん。僕知ってったからね、僕。ちびり告発されてんじゃん。マジか。リーリーちょっとちびってたでしょ、実は。ちびってたの。いや、リーリーはいつもおしっこ我慢してるからちびってるよ。いつもちびってんのかよ。いつもちびってんのかよ。こんな髪があるのかな。まさかの。まさかのよ。手洗わないしな。カーズじゃないな。手洗わないよ。いや、洗ってくれよ。洗ってくれよ。そこ洗ってくれよ。なんで。そのコウのさ、あのなんだ、あのね、ちょっとあの前もとかその漏らす漏らさない話になってた時に、うん、実際漏らしたら虚偽報告にならないみたいな。さりげなく教唆してて。もしかしたらだけど、反省会よりうんちの話の方がない。あ、マジ。まあ、それは間違いない。マジ。あるね。キャンコちゃん、今日笑った？今日笑ったよ。え？笑ってないかもしんない。その質問なんか。今日は？今日は？笑ってるよ。やめて。大丈夫か、お前。今日のね、届き今日がだいぶおとなしいと思うよ。何それ？笑い声。スイッチ入ると、イッヒ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 ッ気持ち悪い。気持ち悪い。あれ好き。いじめかな。気持ち悪い。気持ち悪い。言われた。俺喜んじゃったよ。なんか。本当に。A チームの物語はこれからだ。
キャップ、さっき言ったけど打ち切りやん、打ち切りじゃん、打ち切りじゃん。ご愛読ありがとうございました。ご愛読ありがとうございました。次回作に期待、次回作ね、あるかもしれないけどね。はい、おっけー、おっけー。